さあこの太陽の下、勇壮な太鼓を披露してくれます。演目は祭りです。どうぞ皆様お楽しみください。Thank you.
どうもありがとうございました。フェスティバルの開幕にふさわしい景気のいい太鼓の音色聞かせていただきました。ただいまの演目は祭りでした。今一度大崎潮風太鼓の皆さんに大きな大きな拍手をお送りください。いや、輝く太陽の下、本当にね、皆さん頑張って演奏してくださいました。改めまして、皆様こんにちは、大崎潮風太鼓です。いやー、暑い、とっても暑い、皆様もね、見てる最中だとかに体調だって気をつけながら、見てください。この炎天下の中です。僕たちは倒れる一歩寸前まで打ちますので、もし倒れたら、まあ、そこはご了承ということで無事を祈っとってください。ぜひ。さあ、で1曲目、今日は木遣りという曲からやっていきます。このクソ暑い中にでですね、クソ暑い演奏をわざわざ持ってきました。ものすごく体力のいる、曲となっております。ぜひ応援していただけると嬉しく思います。そして、子どもたちも、舞台上に今セッティングしてくれているんですけども、本番は2回目ですかね、練習して今日で2回目になります。はい、もしかすると失敗してしまうところとかもあるかもしれないですけども、温かい目で見守っていただけると幸いに思います。それでは、暑い中ですけど皆様も頑張って、メンバーも頑張ってね、やりましょう。それではお聴きください。大崎潮風太鼓、木遣りスタートです。
皆さん左手ですね、ステージから見るとこちら側、お座敷あります。でね、ウォータークーラーになりますので、適度に皆さん体を冷やしながら聞いていただければなと思います。さ、そして潮風太鼓はですね、平成3年に発足しました。そんな和太鼓団体です。本当に近くね、大崎町で練習しています。今日は総勢16人で演奏していきたいと思います。2曲目は椿を演奏していきたいと思います。みんなね、暑い中本当に聴いていただいてありがとうございます。私たちもね、暑さに負けないぐらい暑い暑い演奏していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、それでは2曲目椿演奏していきたいと思います。
にですね、今日は暑くて、まあ、演者ももちろんそうなんですけど、まあ、季語ね、こちらの会場にお越しくださっているお客様もね、あの汗を流しながら、一生懸命にね、見ていただいている、聞いていただいているとね、姿はね、本当に目に映ります。私たちもですね、はい、毎週火曜日と土曜日に、練習してまして、こういったイベント各地でね、演奏の方をさせていただいております。また来週の土曜日は、地元大崎の、八幡社で、地の和祭ですとか、あと8月に入りましたら田原市や、豊田市など、市内市外各地で演奏させていただいております。またですね、さまざまなところで演奏する機会ありますので、ぜひその時も楽しんでいただければと思います。さあ、それではね、続いての曲が潮風太鼓最後の演目になります。最後は、行進曲、ラララという曲を演奏していきたいと思います。今日はオープニングから、潮風太鼓演奏させていただいておりますが、最後の曲はまた全員で一堂になって演奏していきたいと思います。はい、子どもたちもですね、今日は来ていないんですが、保育園年中の子から、社会人まで、はい、幅広い年代で活動しております。本日は16人で演奏ということで、今日一番小さいと思うんです、小学1年生かな、はい、の子が、一生懸命太鼓を打っています。はい、もしね、太鼓やってみたいなっていうお友達いましたら、ぜひぜひお声掛けの方もね、していただければと思います。さあ、準備の方もね、着々と進んできました。はい、最後までね、見ていただいて本当に本当にありがとうございます。体で打つ曲、見て楽しむ曲、聴いて楽しむ曲、いろいろな曲が本当にたくさんあります。最後の最後まで楽しんでいただければと思います。さあ、準備の方もね、続いてできてきました。子どもたちもね、もうそろそろ太鼓の方にね、はい、続いていただいて、最後の曲盛り上がっていきたいと思います。この後も港フェスティバル、今日3時、4時、はい、まだまだ昼過ぎまで、各地でね、カモメリアの方でも、モーターショーなども開催しています。太鼓見た後はね、そちらも楽しんで、そして船乗る方は船も乗っていただいて、はい、今日3連休最終日、最後まで楽しんでいただければと思います。さあ、それでは大崎文化保存会潮風太鼓最後の演目いきたいと思います。最後の演目はラララです。子供たち、暑さに負けずに元気にいきたいと思います。最後まで聞いてくださってありがとうございます。それではラララです。どうぞお聴きください。Thank you.
塩風太鼓演奏終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。大崎塩風太鼓の皆さんでした。ちっちゃいメンバーもこの暑い中本当に頑張ってくれました。素晴らしい太鼓を聞かせていただきました。今一度大きな大きな拍手をお送りください。お疲れ様でした。これをもちまして、こちらのマリンステージのイベントはすべて終了となります。